は勉強になったでしょ。あたしがあんたに優しくするなんてありえないの。全部あんたの勘違い。まったく、いい迷惑だわ。あら、まだあんたしかいないの。はあ、ま、それならそれで気楽でいいけどね。それより何を読んでるのよ。あたしにも見て。ってこれ、昨日破いたあたしの企画書じゃない。なんでもって、とにかく返しなさいよ。募集よ募集。まったく、ご丁寧にテープで直して。ふん、何、まさかあんたまで勘違いしてるんじゃないわよね。いい、あたしはあたしが一番なの。いつか絶対世界を征服するのよ。だからそのためだったら何でもするわ。今回はあいつがいい子でいた方があたしに得だったってだけ。損して得取れってやつね。賢いのよあたしは。それにね、気づいたのよ。今のあいつを倒すよりも最高のヒーローになったあいつを倒した方が箔がつくって。だから今はまだ決着はお預けよ。最高のヒーローと最悪のエンペラーになるその時まで、私たちはライバル。